ジョン・アップルトン、ジョン・アップルトンはアメリカ合衆国の弁護士、政治家、外交官。1815年2月11日、アップルトンはマサチューセッツ州ベバリーにおいて、ジョン・ホワイト・アップルトンとソフィア・ポーターの息子として誕生した。アップルトンはメイン州カンバーランド軍で成長した。アップルトンは1834年にボーリン大学を卒業し、 ケンブリッジ法学大学院で法律を学んだ。その後アップルトンは1837年にカンバーランド軍で弁護士として認可を受けメイン州ポートランドで弁護士業を開業した。アップルトンはまた新聞社イースタンアーガスで論説の執筆業に従事し、1838年に同志の編集長となった。アップルトンは その後1840年及び1842年から1844年までカンバーランド軍で遺言兼人官を務めた。アップルトンは1840年11月27日にスーザン・ラバリング・ドッジと結婚した。二人の間には1843年9月8日に一人息子のエベン・ドッジが生まれた。アップルトンは1845年に 海軍省主席事務官となり、1848年1月26日に国務省主席事務官に転任した。アップルトンは1848年4月まで国務省主席事務官を務めた後、中ボリビア講師として任せられ、1849年5月まで同職を務めた。1850年、アップルトンはメイン州から合衆国会議員に当選し、 第32連邦議会に出席した。アップルトンは1852年の選挙には立候補せず、会議員を1期2年のみ務めた。1855年2月19日、アップルトンはイギリスのロンドンで合衆国公主官長となり、同年11月16日まで同職を務めた。その後アップルトンは弁護士業を再開したが、その1年半後、 国務次官補に指名されると1857年4月4日に公職に復帰した。1860年6月10日、アップルトンは中ロシア公使を務めるため国務次官補を辞任し、ロシアに赴任した。アップルトンは1860年9月9日から1861年6月8日まで同職を務めた。そして引退後の1864年8月22日。 アップルトンはメイン州ポートランドで死去した。アップルトンの遺体はポートランド市内のエバーグリーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。